6月になって初めての岡山隆二チャンネル。はい。よろしくお願いしますはい。今日は何を教えていただけますでしょうか。今日はですね、それこそ、昨日なんですけど、えー、昨日、おとといか、5月31日に、岡山隆二と学ぶ会というのを、えー、改めて第1回、 という形でスタートさせたという話題なんですけど、まあ大体20名ぐらいの方に集まっていただいて、まあいろいろとこう、語る会っていうのが多いと思うんですが、やっぱりまあ語るのも当然一つの要素なんですけど、やっぱりお互い学び合っていく中でどうあるべきかとか、 えー、自分たちができることをちょっと一つずつでも積み重ねていくことが、この今の状況だからこそ必要なんじゃないかっていうところで、学ぶ会っていうふうに、あの、させてもらったんですけど、あの、1時間、夜の7時から8時までという時間帯の中で、まあ、平日なんですけどお、第1回目をとりあえず、テーマとしては、 えー、人口減少の本質と具体策案というテーマで、えー、させていただいて、まあ、30分私の話をしてで、その後30分、残り30分を意見交換をしてという形で進めさせていただいたという内容ですね。Facebook で見てました。そしたら、えー、すごい面白いことしてるなと。そして20人ってね、うん、結構集めましたね。 まあそうですね。結構支援者の方と、それから、まあ講演会といいますか、えー、岡山隆二を応援する会の、まあ会員の方向けに、えーはえー、はがきでこう案内をさせていただいて、うんえー、それで集まっていただいたメンバーということなので、まあ本当よく、うん、集まっていただいたなというふうには思いました。やっぱりその、本質、 なんですけど、いろんな、まあ国の、今の考えている政策もそうですけど、やっぱりその根本的なところっていうのが、ちょっとこうずれてるんじゃないかっていうような、まあそういう視点で話をさせていただいたんですけど、そもそも、やっぱり人口が増えるためには、まず、その結婚、 をしないといけないわけですよね。まあ、当然、えー、日本だと結婚して子供ができるっていうのがイコールに近いですけど、まあ、海外だと別に結婚しなくても子供を持つという選択肢もあるのはありますけど、現実的に今の日本では、まあ、結婚イコール、えー、その後の子供を出産するって形になると思うんですよね。なので、まず結婚に対する 一人一人の、その、結婚感というか、家族感というか、えー、自分はやっぱりあの、結婚をなぜするのかとかあ、ちょっと会場の方にも聞いたんですよね。あの、なぜ皆さんは結婚されたんですかという。どういう理由で結婚されたんですかっていうことをお聞きして。そしたら、まあ、男性の方が、やっぱり、あの、しっかりと結婚して子供を、 産んで育てないと日本の人口は減っていくからというふうに、あの非常にこう、まあ、こう求めているような答えを,を答えていただきましたけど、でも皆さんそこまでは多くの方は考えてないと思うんですよね。国のためにとか、その人口減少にならないためにっていうことじゃなくて、まあやっぱり今までの歴史の中では、まあ、結婚するのがまあ当たり前だし、 それが望ましいという価値観で、で、周りからも年頃になったら、もう結婚しないのとか、まだ結婚しないのっていうこととか、お見合いを進められたりだとかっていうところで、なんかその方向性が結婚することが当たり前、いいことなんだ。そして当然結婚したら子供を産むことなんだっていう価値観でこう流れてきてて、 でも今はそうではなくて結婚しないという選択肢もあるし結婚しても子供を産まないという選択肢もあるというその個人の自由っていうところが非常にこう選択肢が増えてきたそれはそれですごくいいことなんだけども個人の自由で選択肢が増える分当然そこで子供が生まれないと人口は減っていくというその現実っていうのを じゃあ、どの時点で、しっかりと、こう、正面から向き合って考えていく必要があるのかとか、あの、一緒に考えていく必要があるのかっていうところが、まず根本的に必要なんじゃないかっていうところだというような話をしたんですよね。だから一番はやっぱり、あの、行き着くところは大きい要素の一つとしては、 教育だろうというところで、あの、一つの着地点としては、あの、お話をさせていただいて、やはり小学校、中学校、高校の中で、えー、そこの、まあ、そういう科目っていうか、中身については、先生たちも教えてるとは思うんですけど、もっと、 あの現実的な話っていうものを時間を作ってえ正面から向き合うっていうことをえ子どもたちに伝えていかないといけないんじゃないのかなっていうふうには、えーまあ、提案したところでしたね。難しいところですよね。昔ってよくできてたなって思うんですね。年頃になったら、えーはい、結婚しないのとかそういった地域からのこう、うん、圧力があって。 でお見合いっていう制度みたいなものもあって、だから結婚して子供も産めてっていう、まあ普通の理想なのかどうかはないけど、普通と言われる家族の形っていうのができていたんですけど、はい、今そ、その時代に戻りたいかというと、うん、そういう自由じゃなかったよねってことで、あんまりそっちに戻りたいと思ってる人は少なくて、 こう言ってしまうと炎上してしまったりとか、はいね、っていうことだけど仕組みとしてはやっぱり昔がうまくいってた、はい、国としてそうですねあのなので個人の自由とまあ家族という一つの集団だったり地域という集団そして社会だったり国という 大きい、えー、組織っていうものを維持するためには、やはり個人の自由っていうのが、あ何かしらあ束縛される、または統制されてしまうということが必要になってくると思うんですよね。うん、でそこが、今までは封建的な形でもう上からこうしなさい、ああしなさいっていうふうに言われて、それをしないといけないっていう時代の中で、うん えー、社会が、まあ、家族も含めて成り立っていたっていう仕組みとしてですね、うんえー、そういったところが、まあ、個人の自由が割合的に増えてくると当然家族だったり地域だったり国だったりっていうところのお組織としての力が弱くなってしまうっていうところが、まあ、現実的にあるんだろうなと思いますよね。夫婦別姓を認めるののかかとか、LGBTQ、っていうのがもう最終 認めるか認めないかとか、はい、まあそこの結婚ですね。とかって、まあいろいろそこら辺が出てくると思うんですよね。個人の自由ってことで言ったら、はい、もう今時代も変わってるし、世界もそういう流れだから、はい、認めていいじゃないかっていうのになるし、個人的にそう思いますけど、じゃあこう国をかじ取りするこう岸田さんとかが、はい、二の足踏むのもわかるというか。 全部認めてしまうと、本当に、まあ、自民党は家族の形態が変わるみたいな言葉を使われますけど結構あれですよね、私も最近、えー、またいろいろとこう学び直して思うのが、うんえー、いろいろとこの、えー、立場がある方、要は、えー、多くの方に影響力を及ぼすような方たちが、 古き良き日本というものを大切にしようということで、その夫婦のあり方だったりだとか、家族のあり方だったりだとかっていうところを、やはり今それを崩してしまうと、その日本という国の文化っていうものが大きく崩れてしまうっていうふうに、もう今までの形をなるべく維持しようという、そういう考えの方たちの 団体とか組織っていうのが、まあ、意外とやっぱりある、多くあるんだなっていうふうに、それも影響力がある方たちが入っている組織っていうのがあるんだなと。で、そこがやはり、えー、まあ、政治家にも影響力を及ぼして、なかなかその、今社会では求められあの一部の社会の方には求められてるけども、でもそこを素直に、 あの、制度化するっていうことが難しいっていうのは、あ、そういったなんか流れとか、えそういう組織があるから、なかなかあ、スムーズにいかないところもあるんだろうな、というところは、自分自身で今感じてるところですね。岡山さん個人は、はい。どういうお考えですか、はい、私はやっぱり多様性の時代なので、 当然 LGBTQ だったり、夫婦別姓っていうのは、あの、選択肢の一つとして設けるべきだろうというふうに思ってます。ただ、なんかやっぱりさっきの話と共通するんですけど、じゃあ、夫婦別姓を認めた場合にどういうデメリットがあるのかとか、それから LGBTQ をしっかりと社会で受け止めるために、 で、その、一つはやはり、えー、この国というものの、要は人口が減っていくっていうことはもう明らかに、えー、今事実として見えてきてるわけなので、それに対して、じゃあ別でどういう対策が必要なのかみたいなところを、やはりそのメリット、デメリットみたいなところを、両方考えて、一緒に考えていく必要があると思うんですよね。 そこをなんかこう、メリットの部分だけ見ていて、デメリットの分とか、正面からこう突きつけられる課題みたいなところにはもう蓋をしてしまうみたいなところが、今結構多くあると思うので、これをやっぱりやっていくためには、ここがやっぱりおろそかになってしまう、また不十分な点が出てくるから、じゃあここについてはまたみんなで考えて、知恵を出して、対策を考えようみたいなところに、 やっぱりなっていかないと、この多様性の時代っていうものは、社会として成り立たないと思うんですよね。うんうん、そこがまず、やっぱり大事だと思いますし、この間、あまあ、31日の学ぶ会でも、やはりこうあの、市民の声とかっていうふうに言いますけど、じゃあ市民の声をお、誰がどこに届ければいいのかとかっていう、やっぱりそういったことになってしまいますもんね。 まあ私もあんまりこう保守だとか好きな言葉じゃないので、なんか頭固そうでう。だからもう今の時代は LGBTQ だったり、夫婦別姓で別にいいじゃないかと。んなんで昔みたいにそう男性の性に合わせないといけないんだ。それはおかしいだろうと思うので 行政の時代、そっちが個人の個人的な考えではあるんですけど、先ほど言ったようにこう責任ある国のかじ取りする人たちが、軽はずみにできないのかなっていうのもわ、まあ、からなくはないと。そうですねあの。やっぱり積み重ねてきたその日本の風土とか文化の一つで、うん、あ,あると思うんですよね。まあ、でもそれももともと遡ると、 大陸の方から、あの、流れてきた、教えられてきた。で、それで日本で定着して形を変えてみたいな形のものが多いとは思うんですけど、<laughs> やはり、えー、その方が心地よかったり、まあ、その、男性と女性の役割もそうじゃないですか。まあ、家事だったりだとかを考えたときにも、男性側からすると、 女性がやってくれた方が、ある意味都合がいいわけですもんね。で、それを、おーやっぱり同じ時間働いてるんだったら、男性も家事をして、まあ家事の中に育児も入っててっていうのが当然なんだけど、うん、でもそれをや、や、やろうとしていくと、どうしても負担になってくるので、ね、男性側からすると。で、それに反対する人は当然出てくるだろうというような、まあ単純なことだと思うんですよね。 でも、それをやっていかないと、あの、こ人口が減っていく中で、働き手として、えー、女性があ必要だし、えーね、高齢の方も働ける、そういう環境も必要だしっていうふうに、えー、そこをやっぱり乗り越えていかないといけないということをあの、そういうマイナスの部分っていうのが、なかなかやっぱり、あの税金のこともそうですけど、政治家としては、 あ正面から言えないという事情はあるんだろうなと思います。わかっててもですね。でも、誰かがやっぱりそこを伝えていかないといけない。正面から向き合っていただいて、その向き合った上でどうしていくのかということを乗り越えていかないといけないという。まあ、そこなんだろうなと思いますよね。男性も家事、 しないといけないようだとか、そこら辺はいろんなというか、たまに昔のそれも携帯がいいっていう人は、その人が炎上するような非常識だなって見られると思うんですそこら辺は多分ね、言っても問題ないとこだと思うんですよね。そこから徐々にこう、夫婦別姓もあんまりいろんな、でもいろんありますよね。そこら辺からこうね、ちょっと ここまではいいけどっていうのが出てくるボーダーがね、うん、ありそう,ですそうですね。うん、ぼやーっとした子ですよね。うん、そうだ、男性が家事もしないといけないっていうのは、もうそれはなんか常識になってますよね。はい。ただ、私がこう知る限りとか見る限りだと、その考えとしては賛同する。 でも実際やってるかどうかってなると、またこれは別物で、まあこの移行期だとは思うんですけど、うね、もうそれこそ、その役割分担で言うと、あの学校、子供の学校の PTA とか、あ行くともう一目瞭然ですよ。形として。うん、お母さんばっかりですから <laughs>。9割お母さんなので、 それを見たときに、あ、まだ役割分担っていうのは浸透してないなっていうのが形として見えるという。そこから多分、まあ、あの、家事だったりだとか、家庭内での役割分担っていうのも、あの、こういう状況なんだろうなっていうふうに見えてくるところはありますよね。それなのか、その会社とかが、男性は休みづらいだとか、子供の、うん PTA があるから休みますって言いづらかったり、うん、有給が取りづらかったりとか。え、はい、ええ。ええというのもあるかもしれない。そうですね。環境としてですね。そういったところはあると思います。うん、でも勉強になりました。いえいえ、ありがとうございます。また第2回、第3回とそういう学ぶ会をされるんですかそうですね。あの毎月1回、まあ、定例としてやっていって、あと臨時で あのそれぞれの例えば公民館単位であの地,域の方にお地域の方にお邪魔して話をさせていただいたりっていうふうに進めていこうかなと思ってるところです。ぜひそこで話された内容をこちらでも話していただいたりとか、ええええ、反応とかはですね。はい、そうですね。あまあ、ここで話した内容で準備をしてそちらに、うん、いい臨まれたりとかいろいろ双方向にできたらな。はい いいなとい。そうですね。はい。ぜひお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします。はい